皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方、まずはチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローもぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。本日はちょっと出遅れました。いや、そこを出遅れました。いやー、昨日ですね、ちょっと仕事でちょっといろいろ追われまして、いや、昨日ちょっとアップできなかったんですよ。いつもね、すぐなんとかアップするんですけど、はい、じゃあちょっと1日遅れで井上尚弥情報です。はい、出ましたね。もう当分は井上尚弥選手、まあ、1週間のうち3回は井上尚弥選手になるでしょう。ご了承ください。そして井上尚弥選手のスパーリングパートナーがメキシコから2人来日しましたね。今回来日したのがブライアン・アコスタとセサール・バカ・エスピノーザ。井上尚弥選手はこのアコスタとスパーリングを行いましたね。このアコスタ選手、まあ、戦績がなんと18戦全勝 7KO、まあね、若くてもうイケイケですよ。イケイケというか、そんなパワー系じゃないんですけど、ちょっとね、まあフルトンと似てるというか、もうこのアコスタ選手すごい器用な選手ですね。まだアコスタ選手はそこまで強い選手とはやってないんであれなんですけど、何でもできる選手ですね。もうスイッチもしますね。そして結構踏み込みもいいですよね。手足は細いんですけど、結構しなるようなバチーンって結構インパクトのあるパンチを打つんですよね。そして今回は、まあ、井上尚弥選手の方、5ラウンドこのアコスタ選手とスパリングをやったそうですね。まあ、井上尚弥選手は今回テーマとして、おそらくですよ、まあ、フルトンおそらく判定まで戦うことも視野に入れてると思います。なのでこれ練習で早々に倒しちゃうと判定までの練習にならないんで、まあ、そういったテーマを挙げてスパーリングやってると思います。倒そうと思えばこのレベルの選手をもう短いラウンドで倒すことはできるでしょう。ただ今回は、まあ、力を入れずに判定仕様でやっていくと思います。練習の段階ではブライアン・アコスタ選手とどういうスパーリングだったか細かくはまだ報道は出てないんですが、まあ、井上尚弥選手が攻めるとアコスタ選手も負けじと、まあ、スイッチを入れながら対抗してたというニュースが出てますね。これこのアコスタ選手結構いいんじゃないですかね。これ将来このまま勝ち進めば、なんかもう甘いマスクもしてるんで、まあ戦いもなんかいいんですよね。そのハードパンチャーじゃないんですけど、もうなんか軽やかな、時折ステップも刻む、もうなんか人気出そうなファイターですね。まあちょっと若干ナジム・ハメド寄りかなっていう感じがしますね。この選手とどれぐらいスパーリングをしていくのでしょうか。そしてもう一人がエスピノーザですね。この選手が16勝1分け 10KO ありますね。この選手は KO 率高いんですね。このエスピノーザもまだ世界の上の方までは来てないんですが、これまあ下の方での試合を見てるとかなり群を抜いた強さを持ってますね。まあ長身で、まあ、リーチがある。まあそのリーチを生かして細い腕から、まあ直線ですごい伸びるストレートを打つんですよね。まるでワンピースのあのルフィの伸びるゴムのようなしなるパンチですね、あれは。まああとこの選手はまあジャブとストレートといった感じがしますね。まあ過去の試合1試合だけ見ただけの感想なんですけど、この選手は将来有望じゃないですかね。こちらが元 WBC 世界ユースシルバー王者ですね。まあ2人とも世界ランカーといったところでしょうか。まあよく来るフィリピン人のスパーリングパートナーとはまた全然レベルがちょっと違ったように思いますね。このエスピノーザはWBA 世界バンタム級3位のリベリオ・ソリスと戦う井上拓磨選手がスパーリングしたようですね。まあ、このエスピノーザ、まあ、ディフェンスがよく
かなり技術戦になったようですね。まあ、タクマ選手も技術系ですからね、どっちかといえば。そしてこれどうなんでしょうか。この二人とも入れ替わって、まあ、エスピノーザも井上尚弥選手とスパリングをやるんでしょうか。またそうなると新しいニュースが出てきますね。なので今回、少し前まで、ジャフェス・リー・ラミドが来てましたね。今回はもう完全に、ハードパンチャーではなくて、もう器用な、ディフェンスマスター、まあアウトボクサーといったところか。まあこういう選手を呼んでいますね。もう完全に、フルトン仕様ですよ。そしてフルトンは先日、フィゲロア、試合やってましたよね。フィゲロアのあの、アリ地獄にも負けませんでしたから、フルトンは。逆に、フィゲロアを押し込むシーンもあったんですよ。だから、この辺も、要注意ですよね。だから、フルトンが今回、離れるのか、逆に極端にああやってくっつくのか、どっちなのでしょうか。この辺が気になるところですね。どういう作戦で来るのか。まあ、結構距離を離すと思いきや、ああやってフィゲロアみたいに来る可能性は十分ありますよね。まあ、井上尚弥選手にボクシングをさせない。まあ、当然、井上尚弥選手の方もその辺、やはり注意してるとは思います。この辺も練習してるのでしょうか。おそらく。いやー、だから、ああいうガチャガチャボクシングですね。まだ井上尚弥選手があまり経験したことがない。あと、フルトンに怖いのがバッティングなんですよね、やっぱり。結構低くなること多いんで、フルトンは。それで結構前に来たりするんで、ラフファイターというわけではないんですけど、カシメロとかみたいな。結構頭を低くするんで、ちょっとこの辺心配ですよね。もう負けないためにも、あえてバッティングギリギリで攻めるなんてことは、やりますよ。外国人は。日本人ほどそんな綺麗に考えてないですからね。もう負けない戦いはしてきますよ、当然。まあとにかく、まあ5月までスパーリングパートナーはこの2人で終わるんでしょうか。それかまだまだどんどん来るのでしょうか。いろいろ楽しみですね。まあ自分の希望としてはこの終盤でもうスパーリング終わりの方の時期に、終わりの方の日にもうぶっ飛ばしてもらいたいですね、このアコスタ。まあ恐怖を植え付けてほしいと思います。それでは一応本日は井上尚弥選手、メキシコ人とスパーリングを行ったというニュースでした。続報入り次第またこちらでやっていきます。皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。